CM のコーナー、ED ピラコ等々ですね、 T シャツに手を出してしまいました。基本的にはね、私がデザインした T シャツを日々新作をアップしてまいりますので、ドリフトだけにダダ滑りの T シャツぜひ、お買い求めください。こんにちは、イーディピアコです。今回は第3回目、時間にしてね、もう2時間半やってるんですけれども、次の1時間ちょっとで結構車体完成するんじゃないと。でそのまた次の1時間で、メカ類乗せて走り出すのかななんて思っております。というわけでここまで来ました。パーツの袋に番号が振ってあるんですけども、4番まで終わったのかな。次は5番。あ、5番軽いな、秒で終わるな。6番、重そうだな、ちょっとかかるな。7番、あ、出た、ダンパー、これがね重そうですよね。ちゃんと真面目に作りましょうってやつでね。で8番がラストのタイヤとかボディマウントってことでやっていきましょうね。うん、あとナックル、ね、というわけで頑張ってまいりましょう。第3回レッツさくら、よいしょ、どう、やばい、パーツ袋4個目まだ終わってなかったな。もうちょっとやる話だったんだな。細いピンと太いピンがあるみたいで、こっちかな。太いピンは今入んなかった。え、こっちも入んねえよ。やべ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 、嘘だ。やばい。いや、ピンいらねえのかこれ。うん、この段階でピンは使わないな。いやでも絶対使うよな、いつか使うよ。最後使うの？どこで使うの？一回見とこう。スパーギアのとこのピン、いやねえよ。一生使わないってなってるけど、ピン入れないと絶対空回りする。これ入んないじゃんね。違う分使っちゃった、どっかで。ギシギシだけど入るんだな。ギシギシに入るやつだから、ラジペンでギュッと入れましょう。よし、おお、順番ってんのかな、これ入れてからスパゲアでいいのかな。順番どっちだ。いやいや、ピン、まあいいや、一回抜こう。どっちが先だ。いやいやいや、これピン先だな。
ちょっとピン長いんじゃないこれ。困った。もう一個の方が短かったりするのかな。あ、こっちの方が短い。あ、この短い方が合ってるんだ。オッケでは次に参りましょう。参りましょう。謎のプラスネジが1個あんな。これあれか、さっき拾ったやつだ。下に落っこつだ、拾ったやつだ。はい、これテンション組み立てたとスムーズに動作するか確認してください。はい、うん、フロントのロアームは若干のね渋さなんだけど、もうこれはこれで一旦行ってみましょう。苦しいけど。はい、次5番、5番いきます。ナンバー5、じゃーん、5、じゃーんってやつ。はい、5番のアッパーデッキ、おしゃれアッパーデッキ。早速サーボをつけるって言ってるんで、はい、サーボね、僕の大事な大事なストックのサーボ引っ張り出してみましょう。よし、これだ。はい、永遠の、はい、神奈川といえば慶応サーボ、あれ RSX3 バージョン D、 いわゆるバージョン D、 慶応のバージョン D って呼んでるやつですね。アンド、はい、横も V3、 永遠の神奈川コンボです。そして受信機はこれ安いやつかな、安いやつ。はい、じゃあこのメカでいきましょい。下から通す。うん、これでいいか。でこうして下からフラットヘッドサラワッシャー。フラットヘッドにサラワッシャーね。オッケー。何ミリのフラットヘッドだって。4つ。皿はこの長さ4つしか入ってねえな。
背中向けてつけるサーボは本当なんだね。なんか某社の高級ね、かっこいい文字が印刷がされたサーボの方がかっこいいってことですね。でもね、車のね素性が分かんなくなっちゃうんで、僕は今回はこのバージョン D で参ります。先生ともお話したんです。一旦最初は V3 のバージョン D でやるよ、だから手伝ってね、付き合ってねって言いました。先生も、うん、それ楽しそうだからやってみようよって乗り気になってくれたんで、きっと結構走るようになりますよ。もう確定路線です。このレイアウト見て、あ、全然走りそうじゃん、あ、それでそのコンボで行くの、あ、大丈夫だねなんてハードル上げてますが、最初から走ったらいいね。サーボホーンもあえてプラの純正で行ってみましょう。こうつくんでしょ。あ、だんだんなんからしくなってきたぞ。サーボホーン、サーボホーンはサーボホーンついてねえよ。え、サーボホーンついてないのこれ、もしかして。じゃあ自腹サーボホーンかな。ショックの方の袋に入ってない、ボディ関係の袋にも入ってない。ここに入ってなかったらサーボホーンも入ってないことになるか、いいのか、うん、やっぱねえよな。あ、ここにあった、ナックルと一緒の袋にサーボホーンが入ってました。純正サーボホーンを使ってみましょう。これがあれだ、モーターのとこにこの後ろのね、あのギアボックスだ、ギアボックスの後ろのとこにつけるやつで、後ろじゃねえか、これで言うと前側、ここら辺につくやつだ、ここら辺につくやつ、ここら辺多分ギアボックス反転するときに使うパーツでしょうね。取っときましょう。サーボホーンはメーカーね、2種類あって、2種メーカー、うん、歯の数でメーカーによって違いますってことかな。電源入れてニュートラル出しとかは普通やるんですけどね、このね可動域を見てフルマックスこっち、フルマックスこっちの真ん中でニュートラルでしょって言うと大体合ってます。一山間違う可能性あるけど大体合ってます。6ミリ、6のボタン、なぜこの純正のサーボホーンを使うかというと、この長さ、長さの部分でね、一応ノーマルの設計で一回やってみたいな
って思ったり思わなかったりするわけでして、いいでしょう。たまたま言うの、たまたまどっちで言うの、こっちで言うの、はい、玉入れします。玉入れ、桜っていうか、まあ多分スリーレーシング全般だろうな。何しろ組むときに樹脂硬いんすよね。だから本当にこのね、電動ドライバーが僕は必須です。これなかったら、いや今日やめとこうってなっちゃいます。だから組む前に電ドラの充電を確認しましょうと。ナックル1個しかないじゃん。ナックル落とした？あれれれれ、これ違うナックルか、横もか、これこのナックル、あれ違うな。でもこのナックル使うのか、あ、いいとしましょう、いいとしましょう。はい、そして、はい、サーボつきましたら次、サーボのロットを作ります。長棒とロットエンド、サーボに近い方に六角を置いときましょうって言われてます。その方が調整しやすいのかな。調節するから、そうだな、片方は必ず逆ネジになってるんで、普通なら締めるね、ネジの向きとは逆になりますよね。
67.2mm っていう目安があるんで、それで作りましょう。腕が痛くなってきたな。あー、これそういえばあれだな、タンバックレンチ違うんだよな、サイズ。さくら確かそんな気がしてきたな。うん、これでいいでしょう。調節は、微調整はまた後ほどということで、後ろの方に寄せとく。後ろの方に六角がある状態。なんかこのサーボバックシステム、僕実は初めてなんですよね。ちょっとワクワクするわ。軽い、入ったら軽いわ。うんうん、いいいい。あ、むしろ軽すぎんな。ちょっとカタカタ気になるけど、若干カタカタ気になるな。サーボバックシステムちょっと嬉しい。あ、この時点でもう全然長さ違うな。いや、全然長さちげえよこれ。このネジ山がないぐらいまで縮めて、サーボホーン90度、そんで、ステアリングも、まあ、ニュートラル真ん中 直進付近だろうなっていうところまで来ました。だからこの棒はまずは短く作ってちょっと伸ばすぐらいに考えておいた方がいいかもしれないです。はい、
これである程度車体できましたが、次はアッパーアームっぽいですね。フロントリアのアッパーアーム、またあれか、あの謎 C リングか、 C 型リング。あ、これワンチャンなんかゼッケンに使えるかなと思ったんですけど、髪が残るタイプだから使えないや。ダメだ、余計なこと言わなくていい。そういうダメなことは別に言わなくてもいいね。あー、タンバックル作りの鬼だな、ここからは。多分ちょっと辛いけど、あれブレーキディスク2枚しかないよ、4枚あるの。ブレーキディスクまだ2枚しか見えてないよ俺には。ここ表裏で入ってるのかな。ああ、表裏で入ってた。あ、かなり薄いな、このブレーキディスク。だから軽い。この薄さ、0.5 かな。1よりは薄いです。1ミリ、1ミリよりは薄いです。はい。ロアアーム。あ、アッパーアーム、アッパーアーム。アッパーアーム、フロントナックル、足回りがいよいよ出来上がってきそうな予感でしょうね。でさあね、ここはね、タンバックル、18ミリタンバックルだって。あ、18ミリ4つ入ってるだけか、タンバック。嘘やん、18ミリ2本でしょ、18ミリ2本。え、あ、6本入ってる。だからこの2本が仲間外れだから、これが今使いません。足に使うのはこのタンバック。これな、何ミリなのこれ、測っちゃおう。はい、せっかくなので測ってまいります。まずディスクプレート、ディスクブレーキのディスクの厚さ、この厚さは0.5mm で合ってます。 0.5mm。 そして径が約でいきますよ、ここは32mm だから320倍ローターって感じですね。で、どっちだろう、フロントローターが340倍。ドリシャだと逆でもいいのかな、まあいいか、それはそれで置いといて、今回はディスクブレーキ付きで組みましょう。フル雰囲気、フルの雰囲気仕様。もうここは慣れたもんです。謎のCリングさんを取ってくればいいでしょ。はい、Cと C を、はい、飛ばさないようにして OK。
一個。指が辛い。ローアームできた。で、4本ぶっ込むでしょ。あ、ここだ。このターンバックルのこのつかみの幅も確認します。3ミリ。これターンブロックルレンチ3ミリ。いや、3ミリなんだよね。で、4ミリしかないからダメなんだよ。そうなんだよ。それそれ。3ミリのあれが工具が入ってんのかな。一応入ってるな、十字のやつね。これでどうやってやるんだろう。できっかな。はい、3ミリは ございません。手で頑張ります。はい、了解、頑張りましょい。これどっちが逆ネジマークなんだっけ。右をまず作ろう。OK、 これでいい。難しいなぁ、俺得意じゃないなぁ。
いやマジ得意じゃない、歯つらい。だからこれは工具使えばいいとして、へえやだよー、マグロか。嫌になってきた。ああ嫌になってきた。嫌になってきたって言えば言うほど嫌になってくるからやめた。言うのやめた。ああ嫌になってきた。全然入んねえよ。
4.25mm。 はい、はかるくん、はかるくんの 4.25。 4.25、 ここでちょっと開ける。いやー、一個作るのに時間かかったなー。はあ、嫌い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 。変わんないな。誰？ネジあれだ、一回ネジで作ろう。うん、これ正解でしょう。なんだ、今更そんなこと思いついちゃったよ。考えつくの遅かったんじゃないの。
え、なに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 、ネジピッチ違うこれ。何やったら一番効率いいんだろう、本当に分かんない。逆ネジに切ってやるネジが欲しい。それで下穴作りたいな。これが本当に嫌い、これだけが嫌い。あとさくらはサッカーマン悩み出した時が嫌い。でも今回のさくらちゃんはどうなるのか、それは楽しみでしかない。5.65 じゃん、 4.25 じゃねえ、 5.65 だよ。565 5mm の6の5か。A がどっち側なの？ A が A と B じゃなくてライトとレフトにしてほしいよね。A が
左、 A が左。A が左、左だからこっちに対してダメージ、そうか、
いやいつまで経ってもネジャネできないじゃん、これやばい。そろそろ奥まで行っちゃうぞ。的に困ってきました。あ、開いた。食っていきなり食った。しかもすっげー硬い。よし、来た。疲れたよ、これ。あー、マジ疲れた。辛かった。俺、辛かった。タバコ吸っていいと思う人。はい。よいしょ。フロント。ページアッパームね。
はい、ナックル。はい、アッパームつきました。アッパームは結構可動域広いように見えるな。ロアームは狭いように見えるな。なんでだろうな。あ、くわえ込みがすげえくわえ込んでるからだ。ラッパームはあんまくわえ込んでないからだ。首がよく見えてるもんね。こっちはほら全然首見えないじゃないですか。それじゃないかな。よし、あえてスルスルにしません。まずはね、素で。あまりにも転がり悪かったら考えましょ。あら、ナックル同じのが4つ入ってんじゃん。4つっていうか、右2セット、左2セット。リアナックル用だ。へぇー。フロントナックルとリアナックルが共通。おもろー。
ーカーブのとこにオーリング入れるんですって。オーリング入れると、あ、外れにくくなるのか。脱落防止だ。なるほど。いや、ぶつかんないのか。ベアリング逃げんのか。いや、これやってんな。多分やらかしポイント1個発見。ほら、やっぱそうだよ。ナックルの下側からのボールはスペーサーなしで入れるように指示があるんだけど、ベアリング押しちゃう。これアウト。なので 2.5 が足りねえぞこれじゃ。ああ、分かった、意味分かったわ。ずるいこれ。ボールスタッドサイズ書いてないけど、ネジ部分が短いボールスタッド入ってました。こっちを使えばいいんですね。これちょっと不親切だったな、騙された。
ステレングストッパー、ステレングストッパーこれか、ステレングストッパー細いんだね、どうせ。はい、あ、細くない。あー、普通のサイズだ。ボールスタッフ L とボールスタッフ普通があるんだ。なるほどね、普通を使えばいいんですって。ここへ来て L と普通が出てきましたね。ディスクプレートをディスクブレーキつけなかったっけ、いけなかったんだ。ディスクブレーキつけようっと。僕生まれて初めてのディスクブレーキです。今まで全部拒否してきました。フロントレフト、フロントレフトにこうして押すのかで、クロスネージ、このちっちゃいのはなんだ、プラスか、なんだ、あ、六角だ、あ、これない。この工具は入ってるか、あったあった。ここもネジロックン使ってくれって言ってるんで、ネジロックン探しまーす。もう集中しすぎか、なんだなんだこの感じは。フロントのライトでしょ、フロント
ートのリアって言ったぞ。納豆ちっちゃいの好きだな。細い方のちっちゃいの納豆好き。チュキ。はい。リアナックルかな次は。はい今度これね。でまた上につけるのね。上でロングの L で さくらのユニバは結構オイルべちゃべちゃでくるんでなんかそのまま使えそうです。安心かな。まあまあ気になる人は当然組み直すんでしょうけどね。
型ボリング。右出来上がり。はい、右出来上がり。左作る。ちょっと辛いな。よれてきたぞ。もう覚えたよ。4回も同じことやれば覚えるよ、それ。それはオレンジでなったね。今これちっちゃいからね。大チキなんですよ。チョキ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 だから。チョキ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 なんですってことですね。これ塗っとこうかな、軽く。シルバー、青、赤、赤だな。赤塗っとこう。ブレーキのキャリパーが真っ白なんで、真っ白のキャリパーあんまかっこよくないかなと思ったんで、もうそれは今場面の判断で赤く塗りました。赤は何イメージだ知らんけど、
知らんけど、出た知らんけど言っちゃったー、難しい。はい、出ました。またね、あれを作りますよ、坊さんをさ、お坊さんを作るんですってよ。やだね。はい、これ2本と右用と左用ね。はいよ、よし、一旦タバコ吸おう。これ4本作って、はい、4本作って車体につけてパチパチパチしたら今日これで終わり。次回ダンパ、その次メカ、こんな感じだね。結構時間かかっちゃったな。これ入りやすい、すごっ。もしかして逆ネジ使ってたのかな。もともと指定されてる、これネジ方向。だとしたらやらかしだな。まあでもな、右に向かってとかやりたいからな、ネジは。まあいいとこ偶然来た。おお、素晴らしい。いやー、これ逆のネジ使いたいな。左側でしょ。逆にネジ突っ込めればいいけどな。どうだべ。いや、テンパった。頭の中テンパったぞ。全部取ろう。もうこうしたいんだから、もう右側が R。これで精密ぶっ込む。入ってくんしゃい。
はい、右。左は、こう。何も逆にいこう。ピアノアームね。ピアノあれだ。トーコントロールアームか。ロットをめっちゃ奥まで入れて作ろうとする感じはね、出来上がった時に壊れない感じがいいけど、作るのがすげー大変だから、仮に圧死しといてほしいな。
ぱ乾いてるかな。乾いた。キャリパー、キャリパー赤、キャリパはもうちょっとしてからってことでフロント組み立てる。やべえ、もう2時間経つよ。左側なんだっけ、右がライトって書いてあるんだっけ、 B で右が R か、右が R で左が B か。デザインでじゃん。いや同じだろう。たまキネ角が若干ね日本車に比べて少ないような気もするけど、まずこれでやってみましょう。
ーリアのバンプイン、すごいな。とりあえずこれから標準ってことでね。標準は標準でやりましょう。まずはね、多分先生にこのバンプインはすぐ消される。絶対にバンプ変化をさせないタイプの人な気がする。よいしょ、よっしゃ、おいっちゃ、せーの、いい、あいやー。ダンパーを除いて完成で、この後に多分ここにこう来るで、こう来るのかな、こうかな、なんかね、アッパーデッキにつけましょうって感じなんですって。こうか、こうだな、うん、メカがここに積まれる、ここにアンプでモーター。なので次回ダンパー、その次そのメカ類って感じでいきましょうかね。というわけで今回もスーパーロング動画、最後までご視聴いただきありがとうございます。最後までご覧いただいたあなた、もうチャンネル登録はしてるかとは思いますが、今一度チャンネル登録のご確認をよろしくお願いします。そしてグッドボタンかバッドボタン、コメント欄ぜひ一言でもね書き残していってください。 XYZ っつってね。はい、以上 EDP アコがお届けしました。第4回でお会いしましょう。これ1日で撮ってるんですよ、1日で、ね、ただ長いんで切ってます、そんだけです。では